ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。2022年11月10日、昨日発売されましたこちらアンカーの急速充電器ポケモンバージョン3つまとめてゲットすることができました。一番多くの方のニーズにマッチするであろう、そしてキャラクターの人気が高いであろう、ピカチュウバージョン、65W のモデルがですね、もうすでに入手困難な状態になっているようで、アンカーのオフィシャルのオンラインショップではもう全部ソールドアウトで、Amazon のショップでも購入はできるんだけども、お届けは1ヶ月後っていう感じになってるみたいです。ただ、アンカーの、実店舗アンカーショップには、まだ在庫残ってる、店舗があるみたいで、僕は今日まあ本格的な冬の到来もすぐそこまで迫ってるっていうことで、ダウンを見繕いに越谷レイクタウンっていうところに行ったんですけれども、アンカーショップ越谷レイクタウン店にはまだ3つありました。まあいつまで残ってるかわからないんですけどね。で、お店のお姉さんに聞いたところ、やっぱりこう手に入りづらくなっているこのピカチュウバージョンなんかはすでに転売ヤーの餌食になってるみたいで、かなり高値でね、転売されてたりするみたいなんですよ。すごく悲しそうにしてましたけれども、でもその転売ヤーが売ってるもの買わなくてもちゃんとアンカーショップにはありますし、で Amazon でもお届けには時間かかってしまいますけれども、ちゃんと買えますので、ぜひこの動画を見て欲しいなと思った方は説明欄の URL から商品購入ページにアクセスして購入検討してみてください。で今日はこの3つの充電器開封して、どんなもんなのか、中身を、しっかりとお見せできればなと思います。ぜひ、購入を検討する際の参考にしていただければ嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。たまにはこんな感じで、いろんな人に、使えるようなガジェットをご紹介しております。ぜひぜひ、チャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。はい、ではまずピチューモデルUSB 急速充電器 20W のモデルから見ていきましょう。開封します。よいしょ。中身開けるとじゃーん、こんな感じです。あ、すごい、説明書もこんな感じ。ピチューのシルエット書いてありますね。ピチューモデル USB 急速充電器 20W で、中身はこちら、見えますでしょうか。ピント合ってるかな。かわいい。で、このピチューモデルだけはプラグが、折りたたみできないモデルになっております。お気をつけください。ベースになってるモデルはパワーポート3ナノという製品ですね。それの色違いっていう感じになります。ただね、価格はそんなに高くなっているわけではなくて、1000円ぐらい上乗せされてるだけですね。それでまあこのデザイン性と、あとは本体カラーに合った特別な色のケーブル、USB-C to USB-C が、全ての製品に付属しています。ケーブルもちょっとどんな質感か見てみましょう。長さは1メートルくらいかな。で、アンカーのロゴ入りの、ケーブルで、外側は布みたいな、材質で覆われているケーブルになりますね。かなり丈夫そうです。結構太めかな。で、ちゃんとね、これ僕アンカーのこのタイプのケーブル持ってないから気づかなかったんですけども、ここにね 100W っていう刻印があるんですよ。 USB-C のケーブルって、充電に使う時に対応してるワット数っていうのがケーブルによって違うんですね。で、この 100W にちゃんと対応しているケーブルを使わないと、パワフルな充電器のそのパワーを十分に発揮できないっていう問題があるんですが、これ 100W ってちゃんと書いてくれてるの、めちゃくちゃいいですね。そしてそして、このピチューモデル、まあ、ポケモンバージョンならではの付属品としましては、ケーブルをまとめるケーブルバンド、この何ですかね、ピカチュウをイメージさせる稲妻のマーク、これのケーブルバンドがついてます。
はい、ちょっと手こずりましたが、こんな感じでケーブルまとめることができます。このバンドかなり伸縮性が高くて使えそうですね。でこのケーブルをまとめるために使うだけじゃなく、他のね普段持ち歩く、ケーブル、どんなケーブルに使ってもいいですし、ワンポイント可愛いですね。まずこちらピチューモデルでございました。触った感じで、ね、すごくマットな質感になってます。でこっちにシルエット書いてあって、こっちこんな感じ、稲妻のマークで、こっち側はアンカーで、ポケモンのモンスターボールのマークとワット数表示されてます。かわいいな。この表面のプリントどれぐらいの、まあ、耐久力があるかって、ね、気になりますね。ガリってなんかこう削れちゃったりとかすんのかな。ちょっとしばらくちゃんと使ってみて、その辺もね、まあ動画にするほどではないと思いますけれども、Twitter とかインスタとかでねご報告できればと思います。はい、続きまして、今一番品薄になっている、入手困難になっているピカチュウモデル、65W のモデル開けていきます。やべ、箱ちぎれちゃった。うわー、もっと丁寧に開ければよかった。やば。はい、ピチューモデルと同じく、充電器本体と、ケーブルでケーブルを止めるバンドがついてます。でケーブルの色気になりますね。これピチューモデルと色一緒かな、どうなんだろう。こっちピカチューモデルで、こっちピチューモデル、あ、違いますね。これどちらもイエローをベースにしてますが、微妙に色違います。ピカチュウモデルの方がちょっとオレンジ味が強い黄色ですね。左が、ピチュウモデル、右がピカチュウモデルになります。で、このピカチュウモデルからは、こんな感じでプラグ折りたたみ式になってます。これいいですよね。で、ピカチュウのシルエットが入ってて、で上は、あ、すごい雷マーク2つあります。でアンカーでポケモンモンスターボールと 65W っていう表記ありますね。で、この 65W のモデルは、3台同時に充電ができるという、最新の、アンカー独自技術ガンプライムっていうのを採用した、かなり新しい充電器になります。ベースモデルは、アンカー735チャージャーガンプライム 65W っていうモデルがベースになっております。1ポート利用時は、USB-C は最大 65W で、 USB-A は最大 22.5W で、2ポート同時利用した場合には USB-C の1と2合わせて最大 65W で、USB-1 と USB-A 合わせて使った場合も最大 65W で、 USB-C2 と USB-A を合わせて使った場合には最大 24W という風になっております。なので USB-C のこのポート2つありますけれども、微妙に性能が違うっていうことなんでしょうかね。1の方がパワフルで、2はちょっと力が劣るよっていう感じなのかもしれません。はい、かわいい、いいねこれ。まあこのアンカーの充電器使ってる人って結構いると思うんですけど、このポケモンのモデル持ってたら、現場で使ってても他の人のものとこう混ざらなくていいですよね。逆になんか盗まれちゃったりすんのかな、ちょっとそれも怖いけど、いいですね、かわいい。そして最後、ライチューモデル、一番パワフルな 120W のモデル開けていきましょう。僕はねこのモデルが欲しかったんですよ。このモデルを多分頻繁に持ち歩くことになると思います。充電にパワーを要するものもしっかりと充電できるっていうね、いいですよね。開けていきます。次はちょっと箱破らないようにしないと、一応ね自分で使うにしてもやっぱ綺麗に開けたい。よし、あー、一番人気のあるピカチュウの箱を綺麗に開けれなかったのはちょっと悲しいですね。はい、このライチュウモデルはね、まあライチュウがそもそも体の色がちょっと違うんであれですけど、カラーリングが明らかに、ピチュウモデル、ピカチュウモデルと違いますね。はい、ライチュウモデルでございます。じゃじゃじゃん。
で、ケーブルもこの本体、充電器本体の色に合わせたオレンジ色のケーブルになっております。はい。で、あ、すごいすごいすごい、ライチュモデルはここ稲妻マーク3つですね。で、モンスターボールに 120W としっかり書いてあります。はい。で、こちらの仕様はですね、ポートの数はピカチュウモデルと変わりません。で、ベースモデルは、アンカー737チャージャーガンプライム 120W というモデルが、ベースになっております。で、1ポートのみの利用の場合は USB-C の端子2つは、これ最大 100W ですね。で、 USB-A は最大 22.5W、 USB-A の端子の性能はピカチュウモデルと変わらないってことになりますね。いいですね。まあちょっとね、やっぱ 120W パワフルでサイズも大きくなってくるんで重量感ずっしりとありますけれども、かわいいなこれ。で、まあ僕バッチリポケモン世代、ポケモン赤緑世代なんですけれども、僕ね、あの当時からライチュウももっと評価されていいんじゃないかと、ピカチュウばっかりかわいいかわいいって、でアニメでもフィーチャーされて、でアニメの中ではこう一生進化しないみたいなね、あのそういう扱いでちょっとね不遇なんですけれども、ライチュウも実はね可愛いんですよ。これライチュウね、このライチュウの可愛さをちょっとこれを機にみんな見直していただきたい、そんな気持ちもあります。はい、いかがでしたでしょうか。アンカーの急速充電器、ピチュウモデル、ピカチュウモデル、ライチュウモデルのご紹介でした。僕はね、あの衝動的に3つ買ってしまったので、トータルで、2万7000円ぐらいかな。結構高い買い物になってしまいましたが、それでもそこから、アンカーのショップの、まとめ買い割引で 8% 割引が効いて、実際に支払った金額は2万5000円くらいでした。まあ皆さん、あの自分で使うってことを考えたら、1個で十分だと思います。自分の用途に一番合ったもの1個で十分だと思いますので、まあこのガンプライムのね、2製品に関しては最新の技術が使われてるってことでちょっとね価格高めなんですけれども、それでも通常の、まあベースモデルと性能は全く変わりませんし、でそこに上乗せされている価格っていうのも、まあ、1000円ちょっとぐらいのもんなので、もともと欲しかったっていう人は、この機会に、ポケモンモデル、ピカチュウモデル、ライチュウモデル購入するのもいいんじゃないかなと思います。で、このピチュウモデルに関してはですね、僕はこれピチュウが、印刷されてなかったら、他のモデルと一緒に、リリースされていなければ購入することはなかったと思います。やっぱりこのプラグが折りたためないっていうのはね、ちょっと残念なポイントですよね。まあ、これは、自宅のデスクの、まあ、電源タップ、一つのポートに、差しっぱなしにして、でそこに、携帯充電するためのケーブルを差しておくとかね、そんな感じに、使うのがいいんじゃないかなと思います。電源タップにこうやってちっちゃいピチューが刺さってるっていうの可愛いですよね。で、iPhone を充電する場合には USB-C to Lightning のケーブルが必要になるんですけれども、ピチューモデル、ピカチュウモデルのボディカラーに、合うような、ケーブルっていうのは安価から一応出てるみたいです。別にこのモデル専用のものじゃないんですけども、黄色いケーブルっていうのは、あるみたいです。なのでそれセットで買うっていうのもいいかもしれません。ただこのライチュウモデルのオレンジのカラーリングに合う、まあ、アンカーのケーブルっていうのは現状なくって、そこちょっと残念だなっていうふうに思います。まあ、このライチュウモデルのオレンジのケーブルっていうのは1万5000円出さないと買えないケーブルですからね、手に入らないケーブルですから、そう考えるとめちゃくちゃ貴重かなと思います。商品の購入ページ、説明欄に、記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの、コメント、チャンネル登録、動画の高評価が、動画制作のモチベーションにつながっております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。